3時になりました。ラジオきの皆さんこんにちは。お昼のひと時いかがお過ごしでしょうか？えー、4時までご一緒いたします。子育て応援団のけいこ先生ですえー、グーチョキパ生放送でスタジオからお届けしております。それでは本日も4時までのんびりお付き合いください。オープニングはビルディングブロックスのキジムナーの子守歌です。 改めまして、こんにちは。グーチョキパンの子育て応援団恵子先生です。一週間のご無沙汰ですねと言いたいんですけれども、先週は都合によりお休みをいたしました。二週間ぶりですかね。改めまして、こんにちは。なんかこう、久しぶりにマイクに向かったような、そんな気がしますね。二千十六年平成二十八年八月二十七日土曜日。本日のグーチョキパン。 386週目を迎えておりますがスタジオからの、えー、生放送でお届けしておりますさて3時というと小さいお子さんをお持ちのご家庭ではお昼寝が終わっておやつの準備をしているころでしょうか、えー、一緒におやつをしながら聴いているご家庭もあるんでしょうねそれからお仕事をされている方々はコーヒーブレイク3時ゆっくりをしているころでしょうかね このグーチョキパーの番組では、昔懐かしい童謡やわらべ歌、アニメソングなど子どもたちの歌を中心にお届けしております、えー。ジャンルは違っても子供たちに届けたい音楽でありますとか、それから子育て末裁中のお母さんお父さんに届けたいような情報などがありましたら、ぜひまた グ、えーキパーにメールなどくだされば嬉しいですね、えー、メールアドレスは「えー、f M786」「アットマーク」「f M 読みたん」「ドット CO」「ドット JP」ということでですねグーチョキパー恵子先生宛てに送ってくださると、えー、こちらの番組でリアルタイムでご紹介もできますよ。 えー、のんびりゆったりとした心のふるさとを一緒に取り戻していけたらいいかなと思ってます本日も4時までのんびりお付き合いくださいねさて、まあ、お天気もね、本当にあの台風が心配されたんですけれどもどうしたんでしょう、この台風。 まままたたしししてて行ってしまいましたねなんかあの沖縄を避けてるような台風がこの頃多いような気もしますけれどもねもう沖縄は台風に備えてあのいろんなこう建物やら準備やらこういつも心の備えはあるんですけれどもその他府県の場合はもう本当に台風がえ台風一過というとねすごいあのえ3時がニュースなどで報道などで伝わってまいりますがままた。 本州の方へこうへ U ターンしていったような台風ですね、大東島は大丈夫だったでしょうかね。えー、さて8月5日から21日までの17日間は、えー、リオジャネイロで開催された、あれは31回になるそうですね、第31回のこうオリンピックでしたけれどもね、すごいあの感動のオリンピックでしたね。えー、日本のこうメダルは 史上初の41個だったらしいですよ。で金が12個で金メダルが12個で銀メダルが8個そして銅メダルが21個という本当にこのオリンピック史上日本で初の快挙だったということですけれどもね、まあ、オリンピックも終わってそしてまあ寝不足気味の生活からやっと日常を取り戻したのではないでしょうかね。ああこう あの全くこう地球の裏側ですからね逆の方ですからねもうこちらの朝が向こうの夜ということでオリンピックの期間中本当に朝方まで応援したりということもあったんじゃないでしょうかねでお盆も勝ち合ったりとかしながらで高校野球などもその間にありましたねいろいろとこう勝ち合ってあのこの夏休み8月はもうあっと過ぎたようなそんな気がしますけれどもね。 ただもうオリンピックでは本当にたくさんの感動をもらいましたね、今日はそのオリンピックのお話でありますとか、それからあとでまた、えー、30分明けに、えー、ラジオの方であの、電話でゲストがあのこう、ゲストさんをお呼びしておりますので、あの電話で,電話でこうあの出てもらいますのでね、お楽しみにしていらしてくださいね、えー、そうですね。 今日は何の日ということでそれではお伝えしたいと思いますそして今日はのオリンピックのことにも少し触れたいなと思いますオリンピックの感動とかですね触れられたらいいかなと思っています、えー、今日は何の日ということで今日はですね東海村の原子力研究所の原子炉に原子の火がこう入ったんだそうですね1957年の今日だしそうですねこれはまあ記念日というよりも 今日は何の日ということでお伝えした方がよろしいでしょうね、えー。こういうのはあまりこう記念日にはしたくないんですけれどもね。あと金星、えー、探査ロケットマリーナマリーナ2号が打ち上げられたのが1962年の今日だそうです。あとですね、今日はえっ、ー、と特に何の日ということでもないんですけれども、えっ、ー、と。 男はつらいよという国民の,この映画が日本魔法画ですけれどももう皆さんおなじみですね、えー、ただ若い方たちはあま,あまり知らないですかね「えー、男はつらいよ」というきよ清さんの映画があったんですけれどもその国民的映画きよ清さんの「男はつらいよ」の第1作が公開された日なんですってねそしてこれはギネスブックにも掲載されている、えー、国民映画なんだそうですよ。 「男はつらいよ」シリーズ松竹映画の第一作が1969年のこの日公開され寅さんこと主役の厚美清さんがですね96年の8月にこう肺がんでお亡くなりになりましたけれどもそれまでの48世紀にわたる48作に出演して、まあ、日本の 映画といえば寅さんの「男はつらいよ」というね寅さんといえば厚見清さんというふうにいとこおばさんと同じくらいに本当に安定した人気を保ち続けたんじゃないでしょうかねで <laughs> 失礼いたたししました厚見清さんは1969年以降は「男はつらいよ」シリーズにずっと専念してそればっかりに出,た出られたんだそうですよ。 であと亡くなられた後に国民栄誉賞も受賞したあのこということが、ね、あ,のありますけれどもね本当はの生きていらっしゃる時に本当は受賞の方が良かったのかもしれませんがね風天の寅さんということでねとても、まあ、お茶の間を賑わせましたけれどもえテレビドラマでねもう なんかその,その回で最終回で寅さんが死亡するという、ね、なんか設定だったらしいんですけれどもただあまりこう反響が大きくて映画はもうさらにまた復活したりして映画で復活したりして48作にも及ぶ世界最長の長編シリーズとなったということで「風天の寅さん」。これも日本文化のね、えー 日本文文化化でで伝えたい文化でしょうかね映画のね「ウーテノの寅さんの」第1作目が公開された日であるんだそうです。それではここでまた CM なんですけれども CM を挟んで今度はですね、えっと、オリンピックのことそして今日はですねあの 記者ポッププロジェクトというねそのことにもちょっと触れてみたいと思いますどういうものなのかはまた CM の後にお伝えしたいと思いますので、えー、それではここで、えー、一旦 CM です S <S <S FM 読谷グーチョキパースタジオから生放送でお届けしておりますけれども先ほど、えー、そうですね、この寅田さん、風天の寅田さんのお話もしましたけれどね、冒頭にオリンピックのお話をしたんですけれどもね、その、えー、オリンピックでリ、えー、オジャネイロオリンピック第31回目ということなんですけれどもね、この、えー、メダル メダルの数なんですけど、まあ、メダルを多く取ればいいというものではないんですけれども,もう選手の皆さんが本当にあの頑張っていたんですね、今年はね、今年のオリンピックで今回のオリンピックなんですけれどもえ、ま、メダル数はアメリカが、えー、獲得数は1位で121個だったそうです。 で金メダルがなんと46個そして銀メダルが37個、えー、そして銅メダルが38個というねもう121個もアメリカ勢で、まあ、広いことですからねアメリカといっても本当に広いですもんねあの大国の中で121個そしてその後イギリスがイギリスはまたね本当に小さな島国ではあるんですけれどもイギリスが67個ということで第2位。 そして第3位がお隣の中国中国も本当に広いですよねで中国が70個で第3位、まあ、金メダルのメダル数で第1位、2位、3位というふうにしてるんでしょうかねで4位がロシアいろいろ問題になりましたけれども、ね、そのロシアが56個ということで第4位ですそして第5位がドイツ。 ドイツは42個とということですね。そして、えー、第6位、えー、日本です。日本は、えー、金メダルが12個銀メダルが8個そして銅メダルが21個という41個この41個というのは本当にねもう、えー、オリンピック史上初めてということでねすごいですよね。えー、で第6位です。 であと7位がフランスと,あと韓国が続いて8位そしてイタリアが9位で10位がオーストラリアということなんですけれどもね、まあ、本当に日本人選手すごい頑張りましたよね、えー、そしてあの、えー、感動的な閉会式もすごかったですもんね。 えー、閉会式の阿部マリオさんですか <laughs> あれはね本当にいやあのドラえもんが出てきたりとかしながらね本当にすごかったなというふうに思うんですけれども、えー、あとそのプレゼンテーションも良かったですよねプレゼンテーションは、えー、こう8分のパフォーマンスということで、まあ、前回の1964年東京五輪のオマージュなどもねそこで、えー、あったということでですね。 すごいですよね。この八分間の中に、こう、日本の、こう。 こう文化や日本のこのあの日本次は日本ですよということをこうアピールしたすごいあの素敵なプレゼンテーションでしたね。何よりもあのアベマリオアベショがこう、えー、スーパーマリオになってえっ、ー、とこうドラえもんが作ったねどこでもドアのそのどこから地球を突き抜けて、えー、出てきたというあの演出はなんかすごい楽しかったですね。子どもたちにもこう見てる人たちにも夢を与えるようなそんな、えー、パフォーマンス 何かとても素敵でした。ということであのオリンピックのこともね話せば長いんですけれども <laughs> また少しずつお話ししていきたいんですが実はあの先週私は、えー、全国国公立幼稚園こ、えー、ども園延長 大会が沖縄県のコンベンションセンターでありましたので、えー、そのためにあの番組をちょっとこうお休みすることになったんですけれども、ね、先週お休みした時に届いたメールがございますのでちょっとこのメールをご紹介したいなと思います。えー、これはでですすねね、えー、ベニーモサヨさんからです、ね えー、ベニー・モサヨスさん無職場稽古先生へということで暑いですねそうですね暑いですね今日からお盆休みこれは先週のことですのでねあの、えー、先週読,読めなかったですので今日からお盆休みで久しぶりに聞いてます先日短週不倫から帰った息子夢に向かって海外へ飛び立った娘 いろんなことにチャレンジしている皆さんへこの曲のプレゼントお願いしますということでキロロの未来へをプレゼントしてほしいということですのでね今ここで一、えー、曲お届けしたいなと思います、えー、ベニーもさよさんメールありがとうございました。先週ねお休みしてましたのでちょっと読めなかったんですけれども、えー、お届けしたいと思いますそれではお聞きください、えー、ベニーもさよさんの息子さんが単、えー、身不二からも戻られたんです。 そしてまたえ娘さんが夢に向かって海外へということで、ね、もうこう心中こうご,ご心配かと思うんですけれどもね、えー、多分海外でしっかり羽ばたいて活躍してると思いますよ。じゃあその思いを込めて未来へお届けしたいと思いますそれでではお聞きください未来へです。 え未来へお届けいたしましたベニーモさよさんからえ息子さんが単身赴任から沖縄に戻ってきてそして娘さんがまた外国の方へ旅立っていく、まあ、それぞれのねえこれからの未来に向かってということで未来へをプレゼントしてくださいということでありましたベニーモさよさんに未来へお届けいたしました。本当にに頑張っててくだささるといいです、ね、えさてですすねね実はは CM 今日は えー、素敵なゲストさんが電話で参加してくださるんですけ,どけれども、えー、これはですね、まあ、本人からの自己紹介をしてもらおうかなとも思っているんですが先週,あ先,先週8月の、えー、これはですね16日でしたかねフェイスブックでこうみんなに呼びかけをして。 記者、えー、ポッぽ再生プロジェクトっていうんですか記者ポッぽ、えー、復活プロジェクトというんですかそういうとても感動的なことがございましたそしてその記者ポッぽ、えー、復活プロジェクトっていうのはこう実はこう34年前に幼稚園を公立の幼稚園を卒園した、えー、パパママたちが。 自分たちの子供が幼稚園にこう入園するのをきっかけにその自分たちが子どもの頃に遊んだあの記者ぽっぽのジャングルジムがすごいあのこう自分たちを歓迎してくれていたようなそれでて、えー、子どもたちもまた同じように記者ぽっぽに乗ってあの遊んでいる様子を見,見たときにすごいこう感慨深くて幼稚園の頃を思い出してそれでこうフェイスブックで呼びかけをしてその えーまあ、まあ本人から聞いた方がいいんですけれどもねその,あの感動的なプロジェクトがありますのでそのことについて CM 明けにお話したいと思います。 FM 読みタングーチョキパンスタジオから生放送でお届けしておりますが先ほど CM に入る前にその「記者ポッププロジェクト」というお話をしましたけれどもその「記者ポッププロジェクト」という感動的なこのプロジェクトの仕掛け人であります 今日はですね、遠山慎一郎さんを、えー、電話でお仕事の都合でこちらのスタジオにいらっしゃれないので、こう電話でお呼びしておりますので、ぜひ皆さんにそのプロジェクトのことをお届けしたいなというふうに思ってます、えー。こんにちは、もしもし、あ、あつ、つながりましたね、遠山さん、あ、お仕事中どうもあのありがとうございます。えー ああそうですか、実はもうね、あの前回のその8月16日のお盆の中日でしたよね、そ、えー、そうそう突然、こう古ン幼稚園の方から、私もかつて古ン幼稚園にね、いたことがありましたが、お電話かかってきて、こういうプロジェクトがあるんだということで、で実は私、あのちょっと娘がフェイスブックで、そんなのが流れ,、まあ、流れてるとの閲覧したよということで、あったんですが。 あすいません今あの、富山さん、この曲でした、富山さんの作詞・作曲の、桜セブンズ、ね <laughs> えっと、あ聞こえてないですか、えっと、えー、っあいいですか、あの、えー、っとその桜セブンの歓迎会の BGM で流していたりしてました あこ,の曲この曲ですね今それをちょっとあの少しにぎやかなんですけれども BGM に流しながらお話を聞こうかなと思ってるんですが、えー、この「あの記者ポッププロジェクトをこう思い立ったあの富山さんの,その最初の同期のというんですかえきっかけなどをお話ししていただけたらなと思ってます。えーえー

ええ、はい、うん、これはフェイスブックで呼びかけたんですよねあの当初ね,、はい、ねその,あの呼びかけの文書っていうのはど,どういう文書だったんですかこうみんなでで、ねええ、そうです はいえはい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 えはうんええねえうんええ はあね、で私もフェイスブックでそのビフォーアフターをあの載せてあったのをこうあの閲覧しましたらそれを、ね、シェアさせていただいたんですけれどもなんかたくさんの人たちがすごい感動のこうコメントがあるんですね、もう200名余りの、ね、方たちがあの皆さん、これを共有し合ってて。 もうすごいなとこのあの大人になった僕たちがということで、ね、あのこう呼びかけをしてちょっとしたあのミニ同窓会みたいなそんな形に当日なってましたもんね。であの私たちもこの退職ました <laughs> かつての,この, <laughs> あの幼稚園の先生たちにも声をかけてくださって。 現場の先生たちとその新一郎さんたちの,その仲間とそのまたそのかつての先生たちも,もう本当にあのこう連携してチームプレーでなんかこういうイベントがねできてとてもあの素敵だなとこう本当にあの涙があふれてその日ですね <laughs>、ええ。ええ そうですよね。なんかあの、そして私がすごいなと思ったのは、まだ朝早くから。その日はその時間帯に参加できないからということで。朝早くにいらっしゃったりとか、いろいろなんかなさってたそうですね。そう,ですねうん。うん、ええー。うん。ですよね。 本当,に本当に、いやいやうんね、本当にいいやや本当に感動的でした、でそのみんなの思いがまた一つだったという気持ちっていうんですか、やっぱり幼稚園ってね、あの楽しかったんだなと、そういう楽しい思い出っていうのをこう胸に、そして大人になっていったんだなということで、ですねまた本当にそれもとても感動的でした。 まあ、それも本当に一郎さんや比嘉優紀さんですかあのこの呼びかけ人の、ね、お二方の求心力かなとうう思ったんですけれどいやこう呼びかけの人が、ね、あのみんな思いはあってもこうなかなか自分たちでこうやろうという,こう行動に出すというアクションするということはなかなかこうできなかったりしますよね。なのでそうううういいこととをやろうというこう あの思い立ったっていうことが私はすごいなと思ってるんですよそしてなんかあのそれぞれのなんか、えー、専門分野を活かしながら、えー、こうペンキを塗る係サビを落とす人とかいろ,いろいろいらしたんですね、うん、であ私あの新ち郎さんのこのフェイスブックの中でこのペンキを塗れる人はその手伝いに来てできない人は なんだっけああ <laughs>、ねうんうんね、はいはい、うん、あはい、はい、ありますよね。 行ったって仕事がなければとかねうんうんうんえんう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 んねんうんうんいんうんうんうんんう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 うう 例えば役員だからやらなければいけないとか、なんかこうね、こうこうねばならないみたいな形でこうやっていくことが多い中で、自分たちで、自分たちでこう主体的に <laughs> そういうふうなことで、学校のね現場の中にこうあの入ってきてくださるということが、とてもとてもあの素敵だなというふうに思いました。なんんかねそれを見てまた子供さんも 見て、見てたんです、あのお子さんも。慎一郎さんだね。うん。えー、ねえ。うん。ね、すごいなと思いましたよ。この。また皆さんのコメントがまたすごいあの、心を打つコメントがたくさんあって。 あれ全部メイトースの大変ですよね、いい意味での炎上でしたよね、<laughs> たくさんこう <laughs> 皆さんがね、もうやったね、しんちゃんとかね、もうすごいあの、本当にあの、なんか差し入れだけしに来ますとかね、そういう人たちもい,あのいらっしゃいましたよね、本当に遠くからいらっしゃった方もいたんです、当日は、遠いところから来た人たちもいました。

であのこう私も,もう本当にあのこの日、感動したので感動ありがとうということでね <laughs> あのメールを、うん、あの送りましたけれども、ね、本当に嬉しいをこうプレゼントするという,もうこんな素敵な大人がいるということはもう子どもたちは本当にあのなんかそういう中で育っていくんじゃないかなということをとても感じました。うん、子供たちもそういうい、ね、大人を見て ままた育っていいいいくんじゃないかなかという,ふうに思いますそしたらね私があの「種をまくことが大切ですねあちこちでこう芽が出てくるといいな」という、ね、コメントをした時に、えー、またこの返事にも泣けてきましたよ私は。<laughs> ねえこれあの私俊、えーあのー、一郎さんが言いますか言っていいですよ私が読みますか <laughs> ねこれね あの桂子先生子どもたちは寂しいですがたんぽぽの種のように遠くまで飛んでいってすぐに見えなくなってしまいますってあごめんなさいね私もう感動でちょっと涙が出て<笑><笑>まあまあまあちょっと公共の電波でも申し訳ない失礼してますがあの。 で今回の出来事はいろんなところに飛んでいった、えー、種が咲いて歩けるようになって自分が優しいお水をかけてもらった場所を確認しに来たんだと思いました。 始まりはあの時の先生たちが優しいお水をかけてもらったからですよありがとうございましたとこうあるんですね <laughs> それを見てまた私はあのもう本当にうるうるしてしまってなんかこれってねすごいもう感動的なあの出来事だなということでですねぜひなんかこう,こうみんなにこう伝わってほしいなというふうに思ったものですから。 本当にあのこういうあの種まきをしてそしてまたそれがどん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 たんぽぽのおっしゃる通りたんぽぽの種のようにあちこちでそういう小さな芽がこう出てくるとなんか世の中たくさんいろんなことの,ねあの事件や事故も多かったりするんですけれど殺伐としていることも多いんですがなんかこういうあの心温まる出来事がなんか一人一人をみんなこう。 こう優しくしてくれるようなそんな気がします。あの本当にあのありがとうございました。はいはい、で、こ、うん今後何かまたビジョンもありますか。このはいはい思ってるんですね。そしたらね他のところでも。 いろんなとこでそれがきっかけになって面白いなってことで大人の人たちがやったらそれはそれで子どもたちに移っていくのかなっていう思ってるので,るので,で、ね、親がね楽しみながら親がやってるっていうことがなんか子どもたちにもそういうふうにしてね伝わっていってっていうことがね出てくるかもしれないね,いね、はい、なんかさせらててるっていうことじゃなくて自分たちがこう こうきっかけを起ここしていいくんだということうでね本当にあの素敵なイベントだと思いますのであの、はい、そういうふうな便器、まあ、を優護を復活させるということもそうなんですがまたあのいろんな形でそういうふうにしてあの種をまいていってくださったらいいのかなと思いますので当然、はい、またこんな形での協力の仕方があるんだということを本当にまた改めてあの私たちも教えられましたね。 あの今までは、こうねやっぱりそういった PTA 作業でありますとか奉仕、うん、作業みたいなね、そういったあの美化作業みたいな中でしかこう、えー、やってませんでしたので、はい、こういう形であの子どもたちと一緒につないでいくという、なんかこのイベントプロジェクトということに本当に感動しました。本当にあのありがとうございいいまましたたセブンの 曲も、はい、新一郎さんの作詞作曲ということで <laughs> これはメンバー,メンバーとはそうです <laughs> うで、ね、ユナイテッドナムジャーネーションで作りましたね、うん、今回ねこの曲ははいなんかなんかすごいあのやっぱりあの感性豊かなあの方々なんだなと、うん、本当に思いましたあの、はい、またあの今後もご活躍を応援してますので、はいはい、グーチョキパーにもまたメールなどください はい、ありがとうございますまあメールが今来ててですね、恵子先生、はい、こんにちは。えー、夜なばるまで聞こえてますよ。頑張ってくださいってメールがありますね。すご,すごいですね。ありがたいですね。 年末で,でした。<noise> FM 読みタングョキパースタジオから生放送でお届けしております。本日は、えー、記者ポッププロジェクトということで、その仕掛け人となった遠山信一郎さんをラジあの電話でゲストとしてあの。 えー、お呼びしております富山さんまだ大丈夫ですかつながって大丈夫ですよ今ですね先ほどメールはあの先ほどのメールはですね、えーはい、桂川先生こんにちは、えー、聞いてますよよなばるまで聞こえてます頑張ってくださいということで川ちゃんという方からよなばるの方から、はい、あの聞こえてるんですねうん<は>ありがとうございます,ういますでもう一件ございますねこれは ああこれはですね、フルゲン幼稚園の職員一同ということで、慶子先生、はい、ここ心温まるキシャポッポプロジェクト最高でしたね。えー、富山さんはじめ、プロジェクトに参加してくださったたくさんの方々に感謝感謝です。ピカピカになったキシャポッポで、園児たち、おお <laughs> 煙突があるとおいびで、元気いっぱいに遊んでいました。<laughs> 本当にありがとうございました。ということでですね。遊んでますよ。ということで、はい、えー、古源幼稚園の職員の皆さんも今聞いていらっしゃるんですね。今ありがとうございます。はい、えっとメールがございました。<laughs> ね、ありがとうございます。本当にあの感動的な素敵なあの、えー、出来事でしたので、いや、はい、もうあのその？ ユナイテッドナムジャーネーションのまた音楽活動もお仕事も待たされながらそれもねあのずっとしながら地域にまた根ざして地域の,あのこうリーダー的な役割もしながらこうやってまたあの活躍ねしていかれることをあのあのプロジェクトというか何かあの他にこの記者ポップの歌,歌みたいなのがありましたよね。 そうですね、えー、キシャポポの歌は』はあのー、これをきっかけになんか僕も今回感動してですね、えーあのー、やりたいことが2つ出てきまして 1>,、えー、で1つはあのー、曲子供たちの曲をずっと作りたかったので、えーあのー、卒園式までには仕上げたいなって思っているのと。 あとですね今回、記者ポッポを完成できるって思ったときに、昔からちょっとやりたいことがあって、絵本を作りたかったんですね。ああ、素敵です。で、今回の記者ポッポの関連した絵本を、ちょっとこれもまた卒園式までには、ちょっと仕上げたいなと思ってですね本当にこの出来事ははいあの。 えー、たまたまちょっとこうあの他のところでお話をする機会があったりする時にエピソードとしてこう,、はい、こうつながる」というあのキーワードで「つながる」という,こう,こうキーワードですね幼稚園の子どもたちへのその「うん、あっ 面白かった、楽しかったというその思い出っていうのは、どん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 つながっていくんだというエピソードで。ちょっとお伝えしていきたいなというふうに思ってますが、はい、よろしいですか。はいそうですね。えー、うん。ぜひ、はい、そして、その形でまたね、あの絵本なども。絵も描かれます。鳥山さん。えっと、今回もですね。あ、うん、子供たち僕、あの、はい、エピソード大体決めてたんですけど、ね、うちの奥さんがですね。はい。あの、ちょっと。 自分にさせてくれないかって、もっとちょっとやってみたいってことだったので、じゃあ、もうぜひお願いしますってことで、もう、あの本の内容もできてるんですよ。すごい。らあの絵とかも全部書くそうですね。ああ、そうですね。ぜひ、もう、すごいの素敵なこの絵本になると思います。もう一つありますね もう一つはですね、えっと、実はこの、今回の、あの、記者ポッポのところにですね、あの、僕の友達はユーチューバーのカッキーさんっているんですけども、彼がですね、あの、ユーチューバーって聞いたことあります y o u t u b にこう、なりますか y の、はい、アップする人。で、その方がですね、ちょうどあの、全国の、あの、雑誌でですね、地元っていう、 あの題目で、ユ、えーチューブを作ってほしいっていう依頼が来てたみたいなんで、んそれでこの撮影しに来てたんですよ。えー、でこれが9月1日にユーチューブであのアップされるって言ってたのでうん、うん、その時の様子も画像でもちょっと面白おもしろおかしく作っとくねって言ってたんで、見れると思います <laughs> す,あらすごいですね、これはユーチューブでアップされるんですね、そうですね、言ってましたね。 これはねさん本当にあの、えー、久々の,この本当に心温まるこれはあの教師の側からしてもすごいあのとてもあの素敵なエピソードなんですよ。教師の側からしても、はい、あ保護者が、ね、そういうふうにして子どものためにということをで地域こぞってそういうふうなことをこうあのやってるというあ地域おこしにもなるしそしてまた保護者の意識の,あの啓発にもなっていくし。 で、先生方もあ教師やってて良かったなという本当にあの感動的な物語です。<laughs> ぜひあの絵本もあの、もうたくさん私たち幼児教育者にあの販売しますから、<laughs> たくさん <laughs> ありがとうございます。作ってください。そしてまたあのそういうエピソードがあるんだっていうことを。またね。私の方もあのこう、え。ー 実践研究会とかこう全国的にこうあの研究会をしているあのメンバーもおりますので,で、はい、その中でもまた伝えていけたらいいかなというふうに思っています。ありがとうございます。そして子どもたちのこの「シャポッポ」の歌もぜひ完成させてくださいね。はい、わかりました。あの子どもたちが例えば古幻幼稚園の子どもたちもちろん古幻幼稚園の子どもたちもいいんですけれども、この「はい、あの 沖縄の子どもたちが、まあ、日本の子どもたち子どもたちが童謡って、うん、キシャキシャシュポシュポとかそんな歌はあったりしますけれどこの、えー、そ,ういうそういうのがまた歌えるような子どもたちが長く歌い継いでいくような、はい、そういう歌があの、えー、こう最近はあまりないですのであの、うん、そういう歌もまたねあの、ぜひ沖縄から発信ということで。 作ってね、そうですね、簡単で楽しい曲ができたらいいなと思ってます、ね、その感性で、本当にあの子どもたちがこう口ずさめるような、そんな歌をぜひ作って、例えば咲いた咲いたチューリップの花がとかって、うん、こうそういうだけではなくて、もう誰でもこう、うん、沖縄の子たちでもこう口ずさめるような、そんな歌も、ね、ぜひあの作られてくださいね。 <あ>はい、わかりました。あ、嬉しいな。えー、じゃあ、えー、また、あの、絵本なり、それから、その。えー、歌なり、もできた時は、ぜひ、また、グーチョキパーでも。あの、ご紹介させてくださいね。はい、あ,ありがとうございます。はい、もう、本日は、あの、えー、電話で、お電話で、ということで、あの、中継という形、はい、形になりましたけれども、本当に。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。本当にもう。ね。 また、はい、あの、部長、きぱんもよろしくお願いします。はい、また、何か面白いことが。そうですね。あったら、また、ぜひ、連絡してくださいね。はい、はいもう、本当に、今回は、あのー。まあ、僕は、たまたま、あのー。きっかけになったんですけど、本当に、最初、<ー>日比嘉祐くんっていう友達が。お気軽に、オッケー、いいよ、って、一緒にやろうぜ、って言ってくれなかったら、始まらなかったんで。あくまで僕は、あれですね。うん、たまたま。今、まあ、あのー、お話してるんですけども、本当にもう。 みんなが。 伝ってくれたからだと思うので本当にみん,なみんながすごかったですね、えー、今回は。東勇きさんの,このメールの中でもですね「記者ぽっぽぼろぼろになりながらも残っていてくれて感謝」って東勇きさんのメッセージにあってね「んねしんちゃんと僕との、えー、思いつきにたくさんの応援ありがとう」ということでサプライズで、うん、当時の2組の恵子先生4組の純子先生歌を作ってくださった由美子先生もね参加してくれて、はい、本当にあ,のありがとうということで 会いに来てくれたっていうことで、もう本当にあの、はい、感動、私たちも感動ありがとうでした。えー、皆さんにもぜひ、その、あの様子も、あのフェイスブックでも、また、あの伝えてくださいね。<laughs> はいま、たはい、あのいつも応援してますので、また頑張ってください。はい、えー、今度また会いに行きます。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、えー、ありがとうございます。 グーーキパースタジオから生放送でお届けいたしました。また来週ご一緒いたしましょう。さよなら。さよなら 時刻は午後4時になりました。FM 読み端をお聞きの皆さん、こんにちは。このお時間は、ナールーさんによりますナルミワールドのお時間ですが、本日は都合により番組はお休みとなります。この1時間は音楽をお届けいたします。この時間をお借りしまして、皆様へお知らせがあります。スポンサー、ガンジュファームより肉の日セールのお知らせです。 毎月恒例の肉の日セールが、今月もやってきました。二十九日月曜日、読谷村戸口ビーチ内ミートショップ＆レストランガンジュファームにて開催。今回は、トマトを使ったベニブタ料理、工場直送の新鮮なベニブタを使ったベニブタ。ハンバーグのトマト煮込み、ベニブタ軟骨早期トマト煮込み、ベニブタ三枚肉のトマト煮込みの。 トトマトづくしまた肉の日レストラン限定メニュー3色チーズのタコスパスタ3種類のチーズと紅豚ミンチのタコスミートを使ったパスタピリ辛味で食欲増進暑い夏こそお肉を食べて乗り切ろう営業時間は朝11時から夜9時まで皆さんのお越しをお待ちしております 以上、スポンサーファーーー、ムからら肉のの日セールのお知らせでした。スポンサーアイレディースクリーニックより第4回ふれあい納涼祭のお知らせです9月3日土曜日午後2時から午後4時まで沖縄市三里にありますアイレディースクリーニックでは第4回ふれあい納涼祭を開催します流しそうめんビンゴ大会お菓子つかみ取り フェイスペイント、水遊びコーナーなど、さまざまなもの。